ワールドカップ開幕は1週間後、日本代表はこのスタジアムから南アフリカへ旅立ちます。その先にどんな道が待っているのか、その道を切り開くのは23人の選手たちです。仮想カメルーン、日本対コートジボワール、これがワールドカップ前最後の90分です。今スタートしました日本対コートジボワールの一戦です。ドログバは一番遠いサイドにいます。低いボールが入ってきた、ヘディング、ドログバのヘディング、ここはしっかりと守りましたが一人選手が倒れています。ちょっと止めた方がいいですね、はい、中澤が倒れています。6番のヤヤトゥーレです。ディンダン、ディンダン、ドリブルで来る、倒れる、ファウルがありました。でもパワーありますからね、ちょっと怖いですね。今日もゴールキーパーは川島です。2試合連続でスターティングメンバーで起用された川島。さてドログバのシュートが来た、カメラ当たった、トゥーリオが、あーっとトゥーリオの中、イングランド戦に続いて足に当たってしまった。1点を失った日本。ドログバのフリーキックから1点を失いました。金谷さん、今の対応ですがいかがでしょうか。まあそうですね、実際には壁に当たって何でもかんでも一生懸命動けばいいっていうもんじゃないと思うんですよ、うん、行くとこ行かないとこはっきり分けていいと思うんですよね、はい、それを全体で共通理解、チームとして動けるか、ここが大事になってくるんだと思いますね。さてドログバです。トゥーリオがついている。ここはドログバのファールを取ったがトゥーリオのファールを取りました。11番の世界屈指のストライカードログバ、プレミアリーグの得点王です。188センチ、まあ、体重は84キロという発表がありますが、本当に大きな体、その世界屈指のストライカーが今日の相手です。まさに仮想エトーということになりそうですが、そのドログバを中澤とトゥーリオが止めました。あっとドログバが交代します。ドログバが交代する、右の腕を押さえています。かなり痛そうにしています。ちょっとこれはコートジボワールにとってドログバが心配されます。骨折などしていなければというところに金谷さんなりそうですが、そうですね、本当心配ですよね。本番迎えるにあたってアフリカ初のワールドカップということで、はい、まあ、このチームでは顔ですからね、ドログバは。11番のドログバ、エリクソン監督も今頭をかいていますが、さてドログバの状態が心配されます。プレミアリーグ得点王、そしてワールドカップの得点王も狙っていると話しているドログバ、日本戦で負傷、今ピッチを後にします。負傷で交代という形になりました。7番はドゥンビアです。柏レイソル、そして J2 の徳島でも活躍をしました。トゥーリオと岡崎です。さあ裏へのボールが出た、ドゥンビア、ドゥンビアのシュートだー。7番のドゥンビア、1人だけ前線に残っていました。中澤、そして今野、今野がクロスを上げてくる、岡崎が待っている、落とした、さあ本田が、本田のシュートだー、惜しい、日本のファーストシュート、本田圭佑。1対0、日本はリードされています。阿部勇樹のチェック、しかしドゥンビア、その身体能力、7番のドゥンビア自ら来た。ドゥンビアがドリブルから自分で狙ってきました。ここで笛が鳴りました。仮想カメルーン、日本はワールドカップ前最後の90分を迎えています。前半が終了しました。日本対コートジボワール1対0、日本は1点をリードされて前半を終えています。日本対コートジボワール、後半戦がスタートします。右に中村俊輔、ボランチに稲本潤一、そしてトップ下に中村健吾が入りました。中村俊輔、景気づけの一発となるか。中村俊輔狙っていきました、低いボール、ここはゴールキーパーを抑えました。中村俊輔のフリーキック、
金谷さん、低いボールを蹴ってきました、まあ、そしてディフェンスの頭で当たっています、はい、岡崎に代わって11番の玉田が入ります。リンダン、もうコートジボワールはこのカウンターにかけています。さあカルーが前を向いてリンダン、リンダンが来る、リンダンから中央シュートをするトンビア、後ろで入った、よく絞ったね、今度ここはクリアをしました日本代表。しかしリンダンから最後は7番のドゥンビアに代わって18番のケイタが入ります。大久保嘉人に代わってさあ森本です。玉田が左サイドに出ています。今野から稲本、さあ今野が倒れています。しかしゲームは続行、中村健吾、森本、中村俊輔、中村俊輔、中央の中村健吾です。今野が倒れています。ちょっと心配ですがトゥーリオが今一度外に出しました。コートジボワールのベンチ前、15番の今野が倒れています。相当足上げてきましたよね、小倉さん、はい、吹っ飛びましたもんね、ちょっと今野、そうですね、あと右の膝です。頭を抱えている今野、いやー心配ですね、ちょっと痛がってますよね、ここで今野に代わって小野が入ります。10番のジェルビーニョが入ります。玉田、稲本、中村俊輔、さあ中村健吾、中村俊輔入ってくる、俊輔入ってきた、シュートを打てません。ここはファウルがありました。日本対コートジボワール、日本ピンチを迎えた。低いボールが入ってくる、決められてしまった。4番のコロトゥーレ、キャプテンのコロトゥーレのシュートが決まって2対0、日本セットプレーから失点しました。手に代わって19番のコネが入ります。2対0とリードされた状況。玉田右サイドチャンスを作る日本、長谷部からクロスボール、トゥーリオだ、惜しい、まあ、ああいう風に本当にこう玉田あたりがね、玉田だけでしょうこのゲームでやって仕掛けて、相手のディフェンスが、縦パスが入る、裏へ抜けてくる、コートジボワールの攻め、奪えない、クロスボール入ってくる、ここでホイッスル、日本ワールドカップ前最後のゲームを飾ることはできませんでした。